主や、塩谷貞義写真記念館は、鳥取県東白郡琴浦城にある写真家、塩谷貞義の個人美術館である。2014年4月26日に開館した。2010年に、琴浦町から貞義に名誉町民の称号が送られたことをきっかけに、元赤崎町長、田中光を会長として記念館設立準備会が発足。 2013年2月25日には、NPO 法人、塩谷貞吉フォートプロジェクトが設立。貞吉の成果を譲り受け、作品の展示を行う記念館として整備され、2014年4月26日にオープンした。赤崎商店街のほぼ中央に位置している。記念館の建物5棟は2015年11月17日、国の登録有形文化財に登録された。 塩谷貞吉写真記念館の建物は、塩谷貞吉の成果を2014年に改修して、記念館としたものである。この建物は、元は、明治時代に、海運業の本店として建てられた街道に面した、町屋作りの商家の建物で、母屋と四棟の土蔵からなる。ギャラリー棟は、1874年に建てられた蔵を、貞吉が第二次大戦後に、 店舗兼写真スタジオに改修にしたもの。米蔵にはカフェが併設されている。所在地、鳥取県東白郡琴浦城大和坂崎1561、JR 山陰本線赤崎駅下車徒歩、約20分、または、赤崎駅からタクシー約6分。または、琴浦町営バス、琴浦海岸線、赤崎地区公民館下車徒歩1分。ありがとうございます。